GoPro 用のドームケースというものが来ましたので見てみたいと思います。まあ、箱はこんな感じですけれども、 GoPro 5専用ということになってます。まずは説明書ですかね。説明書といっても、まあ、簡単なペラペラのものです。これは本体が入った袋、あとこちらにあるのがよ、持つためのハンドグリップですかね。これはここで止まるようにもなってるみたいです。では開けてみます。はい、ビニール取ります。こんな感じですね。ここに GoPro が入るわけですね。ここへ先ほどのこのハンドグリップが取り付くようになってます。あ、抜けちゃいましたと。では開けてみます。まずはですね、このネジ、ここをちょっと押さえ気味にしながらこのネジを緩めます。押さえてないとネジが回りにくいです。これをくりくり回してネジが両方とも完全に緩めます。この状態でですね、ここをまあ半分無理やりという感じでこちら側に起こします。そうしますとこのように専用のケースが出てきます。でこれに GoPro を入れます。 GoPro 持ってきましたので入れてみます。開け方はまあ旧型と一緒ですね。こんな感じで開けて、ここへ GoPro をセットします。でこれで蓋をしてこの状態になったら、これ膨らんでますのでここを下へ置いて傷つけないように気をつけながらここへセッティングですね。スイッチの部分、スイッチの部分がここに来ますので、スイッチの部分を先に入れてこの状態でどっこいしょっとはめ込んでやればいいわけです。でこれで押さえながら、これを押さえながらこのネジ止めをします。押さえながらネジ止めをしていかないとネジを間違って斜めに入れちゃうことがありますので注意しながら締めます。これで締まりました。でこれで OK ですね。ここに GoPro ちゃんのレンズが見えてます。でそうしましたらこれを取り付けますかね。こういう風に入れて、まあ、この取り付けは普通の GoPro のハンドグリップを取り付けるのと一緒ですね。これ反対向きの方が良かったかな。こっち側へ出した方が良かったかもしれませんね。これ向きを、まあ、逆向きに取り付けてもどちら向きに取り付けても結果は一緒ですけどね。こんな感じで締めてやればこれで出来上がりと。これで水中水上自由に取れるようになるわけです。ただこういう形状ですので水上でいつも使う場合はここの辺に何て言いますかね、水滴がついたりなんかすると多少気になる動画になっちゃうかもしれませんね。はい、まずはこんな感じです。